文化芸術フェスティバル早稲田文化芸術週間2018がスタートしました。これよりここ国の重要文化財である大隈記念講堂にて大隈講堂ライブを開催いたします。本日司会を務めます早稲田大学放送研究会アナウンス部の沼田千里と同じくアナウンス部の瀬古周平です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さて早速パフォーマンスを披露してくださったのは早稲田大学ジャズダンスサークルオアシスの皆さんです。オープニングにふさわしい熱いパフォーマンスでしたね。思わず僕らも盛り上がってしまいました。会場の熱が一気に上がった気がしました。オアシスの皆さんありがとうございました。さて次のパフォーマンスに移る前に文化芸術週間について少し紹介します。コピーのもと早稲田文化芸術週間には約50の企画が揃いました。本日から創立記念日の10月21日までの2週間、この早稲田大学を舞台としてイベントが次々と開催されます。私の注目は油そばスタンプラリーです。油そばを4点分食べ尽くすと先着200名に油そば T シャツがもらえるそうです。プレゼント企画にどうしても惹かれてしまいますよね。僕は銅像と一緒に写真撮影をするだけでもらえるシリコンカバーケースを狙っています。お、いいですね。私も欲しいです。詳しくはお手持ちのパンフレットの一番最後のページをご覧ください。パンフレットを見ていると文化推進学生アドバイザープレゼンツという企画もたくさんあります。東大生が考えた企画なので絶対面白いはずですよ。ピアノと三味線のコンサートなんて聞いたことがないし、ここの横の大隈庭園に田んぼがあるなんて全然知らなかったです。僕も知らなかったです。僕の好きなお天気キャスターの森田さんも来るそうです。パンフレットを見るだけで僕はワクワクしました。皆さんもぜひ足を運んでみてください。さてそれではお待ちかね、次のパフォーマンスに移りましょう。次にパフォーマンスをしてくださるのは早稲田大学踊り侍の皆さんとハワイ民族舞踊研究会通称アセフラの皆さんです。早稲田大学踊り侍さんは北は北海道、南は高知まで全国各地を飛び回り元気を届ける学生よさこいサークルです。踊り侍さんらしいエネルギッシュなパフォーマンスが楽しみです。踊り侍さんの次はアセフラの皆さんです。アセフラさんは早稲田大学で唯一のフラダンスサークルです。会場の皆さん、アセフラさんのパフォーマンスを見て南国気分を味わってください。それでは2組続けてどうぞ。今日にお集まりの皆様こんにちは。こんにちは。私たちは早稲田大学踊り侍です。本日はここ大隈講堂で2演舞披露させていただきますのでぜひお楽しみください。1つ目に演舞させていただきますのは2017年度演舞ゼロです。自分という殻を破り心を置く底にいるあなたを引っ張り出すというテーマのもと演舞させていただきます。それではお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。僕らの早稲田をお見せしましょう。踊り侍2017ゼロ。それでは侍参ります。Thank you.
あなたは何？